パーベルベリアーフ・ベリアーフをモチーフにしたソビート連邦の6コペーカギってパーベルイバノビチベリアーフはソビート連邦の宇宙飛行士チェリシェボ生まれ1965年ボスホート2号でアレクセイ・レオーノフと共に宇宙へ飛び立ったベリアーフは操縦士としてレオーノフを補佐しこの飛行でレオーノフが史上初の宇宙遊泳を行ったベリアー、F、は 1960年、ソビエト連邦の空軍と海軍が15年近くをかけて進めていた宇宙計画の要因として選出された。彼は本来ボストーク8号で地球のバンアレン隊中を飛ぶ予定であったが、このミッションは中止となった。1970年に異海洋の手術に禁する腹膜炎によりモスクワで死亡し、ノボデビチ修道院に埋葬された。 パーベル・ベリアー F は、ソ連邦英雄、レーニン勲章、赤星勲章、および多数の章を与えられている。彼はまた、ブルガリア社会主義ロード英雄、ベトナム英雄、モンゴル英雄といった外国の称号をもえている。1969年に、ソ連の天文学者、ルドミーラ・チェルヌイフが発見した、小惑星、2030・ベリアー F は、パーベル・ベリアー F の名にちなむ。シュマダル。 ラッツディ、ディクショナリーオブマイナープラネットネームズフィフスニューヨークスプリンガー・バーラグ P164 ISBN 35億4000万2383ありがとうございます